ナミさんは何ができるの？お、それ意外と意外とジャンプできるんだね。ここは編集でスローモーションで見とこう、後で編集するときに食うのかな。そうだ、あ、飯を食わせてやる約束だ。そんな約束してたっけ。遠慮せず上がってこい。やべえ、脊髄で喋ってるから記憶が消し飛ぶ。お、リームちゃん、お話しようぜ。何、海賊は嫌いなの？シュワー、ツンツンしてる。なんかルフィに惚れそう。シシシ、あ、さあ飯だ。あ、よいしょ、アディオアディオ、これが俺の声だ。少し休暇を言ってくれ。ゆっくりして言ってくれ。ゆっくりして言ってね。あ、酒がある。ゾロ飲むか。年代物の酒だな。中身は入ってるのか。飲んでみりゃ分かるんだね。で、あ、メシ、こんだけしかねえのかよ。お前、ルフィの胃袋舐めんなよ。ゴム人間だから無限に食えるんだぞ、実質。この肉全部食っていいか。いや、まあ無限ではないんだけどね。タンクマンになっちゃう。いいぞ、約束だからな。でもうまそう。でもルフィ一人分もなさそう。みんなの分。あー、綺麗。本当に一人で全部食ったのかよ。わあ、一人で食ったんだ。あの、なんか皿の汁の部分とか全部食ったんだ。すげえな、簡単に耐えられちまった。一瞬だったんだろうな。あ、なんかスイカのやつない、後ろに。洞窟に行きたくなったら声をかける。あ、マジでか。失った力を取ります。アディオと話せ。当面は、あ、これ上登れる。登ろうぜ。ちょっとどうやって登るんだろう。こうか。あ、よし、登りましょう。宝箱とかあるかな。うわー、2階は寝床みてえだな。あえあぶな。これ万が一地震とか起こったら終わるだろう、人生。ずいぶんとがっしりしたベッドね。あ、がっしりはしてるんだね。でも、あ、宝箱ある。よっしゃー、物色。アディオのエロ本とか。あ、ブロンズンバットのスープ。スープ入ってたの。お、さっきから、ここからさっきのなんか洞窟が見えるぜ。あの炎のやつ、ここまで追ってこないみたいだな。すごいギリギリなとこに住んでんだね。あ、日記とかあるんじゃない。この絵、この島を描いたものかしら。え、見せて見せて。え、なになに。あ、え、嘘つきノーランドある。すげえ。これね、あの空島行く前のなんか話であるんですけど、すげえ。これもなんかあるといいですね。僕ワンピースね、あの虫食い状態なんだよね。全部しっかり見れてないっていうかね、これ。スペースステンジュメン、これ、何？これ、チョッパーの読んだ本だったりする？ちょっとよくわか、有識者の方よろしくお願いします。でも、嘘つきノーランドあんの、なんか、興奮した、今。で、あ、これか。うん、ほとんどわからん。これ、地図として何に立ってないよ。芸術品としては評価されそうだけど。嘘つきノーランドあるってことは、なんか、やっぱ空島、あ、これやっぱこの島なんか言ってたもんね、空島と関係あるって。なんか空島と関係があるぜっていうなんか暗示なんだろうか。伏線っぽくなってそう。あ、ここジャンプできないの。すげえ、ルフィが遠慮を覚えてる。このルフィ遠慮を覚えてるよ。なんかこっちにもいろいろあります。何これ、でっかい大砲か、これ。お、ここにも大砲埋まってんのか。家の前になんか転がってるけど、この様子じゃ全部使えもんね。なんか上の鉄の部分とか使えない。頑張る、なんかある。あ、ちょっと待って、やべえ、判定の勝負に負けた。よし、じゃあもう行くか。もう案内してくれ。どこにも行けねえよ。案内してくれ。じゃあ行くか。準備はできて。アディオ、ここに。アディオ来んの。冒険で出会った人の中には同行して手助けをしてくれる人もいる。指示は、あー、ドラクエの体力無限のゲストってやつか。なんか洞窟目指すらしいです。行くぜ。この道をまっすぐ進んでくる。わかりました。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら。ワフルドだ。お、ワフルドで合ってんだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。中へ続く道、ここが伝説の島、ワフルドだ。どういう意味で伝説になってんだろうかな。何もなさすぎて逆に伝説みたいな。
そんなしょうもないわけないか。おいい景色じゃん。これ何？青山椒。わあ綺麗で、でっかい塔。上に何があるのかな。絶対宝箱とかありそう。ワッフルド。わあ。うわ、えげつないモンスターいっぱいいる。何あれ？お墓？お墓っぽそうだよね。おお、あ、ここが行くべき洞窟は。うお、絶景じゃねえか。円環の内海。どうなってたのね。なんかサンゴ礁だったりするのかな。あ、敵がいる。あれ、不意打ち、なんか突き落として絶命させられねえかな。あ、なんかあるじゃないっすか、道が。よし、行くぜ行くぜ行くぜ。あ、アイテムラッキー。ガラクタ。え、これどうやって、これ、あれ、これ、ご、あ、いけるいける。え、あ、が、ロケットが使えない。ゴムゴムのロケット使えない。いや、ルフィのアイデンティティが、ルフィのアイデンティティがなくなっちまう。あ、いやいやいや、これいけないってこと？クソが。もう、後々じゃないと来れないやつ。クソ。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か？あ、そうだ、今弱体化してるから、そういうところ、ね、倒せないかもね。襲ってくるかもしれねえ。お前ら、気をつけろ。え、今は勝てないんじゃないかな。敵に触れるとバトルが発生する。バトル経験値を獲得しレベルを上げよう。敵が一味を派遣、なんか赤いコーンが出てるときはなんか俺たちのこと、俺たちに喧嘩売ってくるぜって感じね。で、次がなんかあれだ、背中から攻撃触れるとエンカウントするとなんかいい感じになるらしいです。逆に背中取られると悪い感じになるらしいですって感じでいいのかな。じゃあ、あいつをぶっ倒せってことか。こいつ何見てんだろ一体。え、なんかある、そっちに。なんもねえよ。失恋でもした？お前、話聞くよ。とんでもない始まり方した。あー、チョッパーかわいい。うん、後ろから攻撃当たったから、エンカウントしたから。敵が隙を見せた。うん、そう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 。しっしっし、今のうちだな。おお、よし、かかってこい。敵が全員、あー、これは、全員が行動し終わると一旦終了となり、交互なんだね。交互スパイアサとか関係せずに交互だから、こうやって交代できるってわけね。 OK、 じゃあどうしようかな。ルフィ、ゾロがだから弱点属性らしいから攻撃しよう。よいしょっと。あ、弱っ。あ、相手も気使わせてレベル合わせてくれてる。さっきも強かったのに。あんま強くないな。よし、300しょっぱ。レベルアップもしない。マジか。あ、消えちゃった。立ち直れたのかな、失恋から。向こうの木なら絶対誰かと戦う場所じゃん。なんだ、シャンクスとかかな。完全に 3DS の頃の思い出引きずってるけど。あ、敵いるじゃん。あ、気づいてきた。ちょっと待って、かわいい。背中取られると不利になるらしいから、これ一周して。うわ、お前賢いな。これしばらく経ったら消えた。こいつバカだわ。賢いと言おうとしたけどバカだわ。ほら、おい。お前ら遅れるんじゃねえ。よし、俺の仲間に手出すな。手出したのこっちだけどな。モンスターだ。いいね。俺は、あ、レベルアップした。まだまだ強くなる。レベル1になってたんだやっぱり。うわー、きついよ。全員俺についてこい。あ、HP は0にならない限り戦いを続けられる。テンションポイントはスキル、ATK、アタック、ディフェンス、ガッツ。敵はスキル攻撃のダメージ。なるほどね。まあ、特攻と特、あれだ、防御と特防があるんだ。すぐポケモンに追いかけ。すぐポケモンと比べるわ。ネガティブシード。なるほど。で、こっちはなんかでっけえ風車ある。あれ、風車の残骸。でも、どこかで見た気が、え、なになに、風車村？風車村ルフィの故郷だよね。なんか下にも道がある。ちょっとこっち行ってみる。
ああ止められちゃった。やっぱチュートリアル終わるまでは一本道なんだな。あーなんかあっち光ってる、あっちめっちゃ気になる、行きたい。もうゴムゴムのロケット取り戻したら絶対行くからな、見とけよ。でここかな。さてここだ、今の自分たちの力を試すといい。あまあ要するにてめえら弱くなってるからそれ自覚しろよってことね。あここで終わりなんだ。あいえはいついてきてよ体力無限くん、体力無限のゲスト。じゃあ行く？もうなんかレベル40なんか2桁になるとすごい頼もしさ感じるけど、1桁のなんか頼りなさ半端ないですね。じゃあせっかくなんで、せっかくっていうかもう来ちゃってるんで行きましょうか。さあ初心者向けのダンジョンってまあ平たく言えばそうらしいんですけど、あー怪しいめちゃくちゃ怪しいな。わあ、わあ、ワンピースには似合わないなんかグロテスクな見た目のモンスターがいた。おお飛んでる。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。ああなんか自然に衰退していたとかなんかほったらかしにしたとかじゃなくて、なんか自然災害であっちゃっぱーってなった感じね。それだけの影響があったってこと。なんか今まで俺自身が経験したことないレベルのくしゃみが出た。原因はわからないけど何か大きな衝撃が加わったの。すごい美人2人が話してる。ワフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものが。あそうな、じゃああれじゃない、空島から落ちてきたとかじゃない。海底火山の爆発で生まれたとか。でも人為的なものなんでしょ、遺跡なんだから。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。うんやっぱ空なんか空島くせよやっぱり。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきた。あーそれが一番っぽいよ。詳しく調べないとまだまだ情報が足りない。あーなるほどね、この男女も伏線が結構あると。奥に行ってみましょう、お宝があるかもしれないし。待て待て、でもなんだろうあれよ、あのあいつ名前が出てこん。あアディオだ、アディオがなんかもうそこらへん漁ってそうだけどね。アディオのやつはああ言ってたけど。ああ言ってくれた。本当に安全なんだろうな、見張られてるような気配がするな。あモンスターとかいるんでしょ。この匂いん前にどこかで。どうしたどうした、え何原作のなんかあるん、原作の何かがあるの、どこかで、え何ドクトリーヌがいたりすんの。それはいろいろわけわかんなくなるな。ハッピーかいって来るわけでしょ。奥に何かボス戦いかにもボス戦ってところにドクトリーヌがいたらまあビビるわな。これなんだ、これは海王類を模したものね。これを作った人たちは海を崇拝していたのか。興味深いわね。なんだろう、ポセイドンのことを知ってる人たちとか。だとしたらもう世界政府が動くレベルだけどな。あよし登りましょう。あ宝箱ある。でもなんか怪しいぞ、あからさまというか。こんないかにも俺も同じこと思った。噂らしい宝箱なんてできすぎた。いやなんか今開けた音しましたよ、ウソップ。あーもう開けた。開けてんだよ。これはダイヤル？アクセサリー？ああ普通のアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。おおなんか装備品か？装備品かなんかか。アクセサリーは装備するとステータスが強化されると。操作方法はメニューを開いて選択し、任意のアクセスを選んだ後バツで装備する。戦いを有利に進めてできるだけ準備し装備しよう。アクセサリーはキャラボードの枠の中にはめて装備できる。はみ出さなければいくつでもアクセサリー。あーあれか、あのダンボール戦機のなんかモーターとかつけるやつみたいな。俺今すごい的確な例えしなかった？で分からん人には分からんのんだろうけど、だいいちょっと待って、今自分が怖いわ。今的確すぎる。あー装備するのにします。うわーもうほとんど装備できなくなるじゃんこれ。おし、なんかレベルアップで枠が増えたりすんのかな。え、ダンボール戦機、あ、これほどの的確な例えありますか。いや、ない。よ、よぎー、景色、あ、宝箱ある。あそこ、
何か光ってる。あ、キューブじゃない？あれ、俺たちから抜けてたキューブじゃねえか。誰のキューブ？誰のキューブ？この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。ギアフィフスだったりする？だって案外さ、案外一回能力が全部さ外に出たことによってさ、なんか今までまだ眠っていた潜在能力とか全部引き出されたっていう説はあるよ。ジョジョのウェザーリポートみたいな感じで、エンポリオを使うウェザーリポートみたいな感じで、可能性はあるよ。この橋まさか崩れたりしねえ。やめろ。お前の嘘とかは意外と現実になるんだから、いらんこと言うな。いや確かに崩れそうな見た目してんな。今ゴムの能力使えねえからな。いや、これ崩れ、出していく。うーん、レディゴー。おら、崩れなかった。全然崩れねえや。心配して損した。ウソップの言うことは当てにならねえな、やっぱ。よし。あ、崩れた。だからウソップ余計なこと言うなっつったやん。ルフィそんな驚いてなさそうやな。あ、驚くの遅、ルフィ。戻る道を探さねえとな。あ、てめえはおとなしくしろ。これモンスターとかいたら俺死に迷っちまうだろうか。まあそうだよ、ゾロはそうなんだけど、これ周回とかなんか考えてたんだけど、なんか難しそうだね。なんか橋崩れたとなると、ああいつもの一面。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。ナミさん、そのアングルまずいです。いろいろまずいです。ナミさん、そのアングル。男どもが目覚めちまう。画面外の男どもが目覚めちまうよ。とりあえずあれか。なんかびっくりマークついてんな。これ、ね、これスペース的になんか戦うでしょ。ちょっと待って。でもとりあえずこれでいいかな。回復要因のチョッパーに。うん、まあこのままで行くか。途中から3時に切り替えたりしよう。多分戦うよね。さあどんな感じなんでしょう。お、あ、やっぱいる。何あれ、土の子リス。何おー、可愛くない。なんだ、でっけー、タヌキだな。いや、リスでしょ。タヌキじゃねえだろ。そこでもねえだろ。俺らを襲う気だ。マジで？道を開けるつもりはねえようだな。いや多分お前らに興味ないと思う。後ろの方のロビンとナミに興味あるんじゃないかな。邪魔すんならぶっ飛ばす。お、ぶっ飛ばす。これは殴っても YouTube 君からなんか問題を起こされなさそうな画面してますね。あ、こいつらもいる。なんだってこいつ。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。ちょっとくらい通り道だったんだって、しょうがないじゃん。ねえ、ちょっとくらいいいじゃない。いいよね、ちょっとくらい。私たちは橋も崩してるし、ちょっととは言えない。確かにあれ俺たちが渡ったから崩れたんだよな。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。ねえ、あれモンスターたちみんなはさ脇道から来たけどさ、多分あれ侵入者用の通路なんだろうな。本来ならあの橋渡ってみんなこの洞窟行き来してたんだろうな。それは確かに迷惑だわ。やるか。で、あ、これも普通に戦うだけか。でもな、スキルとかないから作戦もクソもねえんじゃねえかな。うわー、見れば見るほど。え、何、おお、コンカッサ。まさかのコンカッサ。サンジの技使いやがったよ。じゃあエース、まあ普通に攻撃していこう。俺が片付け。よっしゃ、最後切れ。よいしょーい。猿の肉ってうめえのかな。常識は測れねえ力、不可能を可能にする力。何でんのお前。すべてを吹き飛ばす、そのハリケーンの名は恋。恋はいつでもハリケーン。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。びっくりした。体は剣でできているみたいなこと言うのかと思った。目指すは、あ、そうや、レベル2。なんか技覚えてしないかな。あ、ルフィはレベル3にならないの。レベル3になったとか。あ、みんなレベル2になった。ルフィレベルアップしない。え、何。あ、これタシギちゃんじゃない？これスモーカーさんって言ってるよね。あの島。ん？ここ止める。いや、うん、なんかスモーカーとも聞き取れる声。わからん。なんでだよ。上陸し。うん、なん、誰？島に近く。嵐。これタシギちゃんじゃないのかな？黙って飛び降りて。で、アディオがなんか。
あ、これは盗聴してんのか。なになに今の。あ、倒れた、ブチャイク。あ、に逃げて、おい、追いかけろ。今日の晩飯だぞ、ルフィ。でもまずそうだしな。あ、これ能力取り戻せんじゃない。ニカだよ、ニカ、ニカニカ。なわけないんだよな。飛んでいったキューブじゃない。ね。どうすりゃいいんだ。なんか、食えばいいのか。ロストワードを思い出す東方の。あんまりうまそうじゃねえけどな。そのドラゴンボールみたいな、GT の悟空みたいなことすんの。え？何？あ、入った。気持ち悪い。え？いや、ルフィのキューブなのか。お、打撃。ゴムゴムのロケット、見聞色の秋、やった。え、ゴムゴムのピストル、バズーカ、ガトリング、え、ゾロも、え、扉切り、何、え、おん、竜巻、叩く、え、めっちゃ解放されんじゃん。明らかにルフィしか入ってないように見えたけど、え、めっちゃ解放される。ウソップアゴーム、あ、いや、もうこれ、あ、もう、あ、もう楽勝です。あ、ムートンショット。急に体が軽くなったな。お、これは戻ったってことですね。能力の使い方も思い出したわ。あー、感覚的なら選んだろうな。あれ、今何しようとしたか忘れたって思ってめっちゃ考え込んだ末に思い出したあれね、あれの感覚に近いんだろうな。え、あ、伸びた。思い出した、さっきはなんでできなかったんだ。すげえな、多分ルフィのゴム人間の伸びるってかなり本能的な部分だと思うんだけど、それすら忘れるって強いな。キューブにする能力、光る岩や壁は破壊できる、破壊するとは、あー、なるほどね、フィールド内でも能力使えますよって。三角ボタンで見聞色の覇気を使用できる。はい、お世話になっております。使用するとフィールド上で経験値を多く得る。 EXL エネミーを隠れ、ってかあれよね、スライムだよね、あのハグレスマイムだっけ、隠れたアイテム発見できる。一定の範囲にしか効果発揮されない。こまめに使おう。どんどん使っていいんだね。キューブのかけら、失った経験のかけら、使用方法はメニュー内の仲間画面から三角でスキルアップ画面を開き、空いてるスキルの枠にはめる。こ、わかんない、何を言ってんだ。入り口へ戻れ。あ、もう終わりなんだ。まあ、労力手に入ったからな。ちょっと使いましょう見聞色。あ、これ壊せるやつか。ちょっと待って、その前になんかある。沈んでんのはあれや、柱か。水の中じゃなければもっとよく調べられるのに惜しいわね。うわ、でっけえ柱。逆に何を支えてたんだろう。なんだ、霊王球。霊王球落ちちゃったの。これ壊せる。あ、壊せる。え、これどこまで遠くまでいける。あ、おう、あ、これどこまで遠く、あ、まだ遠くいける。結構範囲広いんだね。あ、わ、あ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 、ルフィのキムの中に3個も手に入った。え、確か三角でいけるんだっけ。あ、いけますね。これどういうこと。あ、入った入った。え、あ、レベル2になりました。こっちは、あ、なるほど、3つ。あ、じゃあこれちょっとガトリングにつけたい。オッケー。他の人はかけら持ってなさそうだね。まあ、ここら辺はおいおい手に入るのでしょう。よし、じゃあ進んでいこう。でも先になんかあるんじゃない。あ、もうゴムゴムのロケットできるからね。よし、よいしょ。お、ちゃんと伸びるな。あー、嬉しそう。よし、宝箱何が出るかな。根性プラス42。あー、確か必殺技をなんか耐えるのがあるんだっけ。装備させた方がいいよな。まあ、ゾロにつけとくか。もうとりあえず今はまだそういうの分かんねえからな。で、あ、あっち行けんのか。え、なんか赤、あ、これ取れる。あ、取っちゃった。多分向こう行って取るもんなんだけど本来。あ、で、こいつ倒せばいいんかな。まあ、後ろから行きますよね、そりゃ。スキルが使える。じゃあもう、よっしゃ、景気づけのガトリング。よいしょ。うわー、気持ちいい。おい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待ってろ、うまいもん作ってやるよ。猿食うの。よいしょ。あ、コウモリ。あ、後ろ向いたラッキー、自ら背を向けたバカなやつだぜ。命が、うわ、怖っ、なにこいつ。薬中喧嘩だ。え、こいつ何。え、とりあえずバズーカしとくか。
吹き飛ばす、何これ、敵を他のエリアに吹き移動させることができる。あー、なるほどね。スマブラみたいなもんね。ニアリス、そ、何そのニアミスみたいな。デスリ、でもアイコンはデスリスなんですね。いや怖いだろこいつ、目ぶっ飛んでる。よっしゃー、なんか、え、ぶっ飛んだ。え、やったな。あ、サンジとこ行ったんだ。新しい客か。言動がヤクザ。え、何何、え、うわー、うわ、技真似されたぞ。もういや、だったら、うん、ほんと粋なことすんな。あ、ではないじゃん。じゃあしょうがない、これでつっとくか。バースコート、バースコート、うわ強っ。いや死に顔怖え。ニアリスの、圧倒的に俺が活躍したからといって悔しがるなよアホ原神。まあ今回に関してそうですよね。抑えてろアホコッケ。何が出るかな。 HP130 でかい。誰につけよう、チョッパーにつけよう。 OK、 これで問題ないはず。あ、あるじゃん。誰の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 、ナミ、ナミさんです。ナミさん来ました。あ、これ1個だけか。あ、かけら、え、あ、かけら1個しかない。あー、ここもちょくちょく探していくんかな。お、何何、なんかある、なんかある。ここから見た限りとこの場所はかなり大きな建物の一部みたいね。ひえ、これで一部ってすげえな。すごい声出た今。ダイヤルとかこれは違うんかな。あっち、なんかある。行ってみよう。よし、で、違う違う違う、降りて。は、ハフ、ハブハーフ。よくわからん。特に見逃してるとことかないよな。お、なんかある。ゾロのキューブのかけら、オッケー。で、あっち、こっち、どっち、多分、でも、あ、うん、どうなんだろう。ち、あ、でも地図を見る限り、こっちが、こっちがなんか行き先っぽいから、ちょっとこっち行こうか。これでいいのかな。よいしょ、よし、なんかイベント挟まりました、挟まりました。うわー、どうしたの、その中になんかあんの。またお宝よ。うん、前と違って今回あからさまになんかありそうだね。いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。確かにね、どうでできたコウモリだからな。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫。そうだな、万が一吸血鬼になったとしてもここ2個刺してるからもう大丈夫なわけあるか。もう人思いにやってられるもんな。ん？あ、ぐぐぐ、いや、牙えぐ、思ったよりえぐい牙してる。多分人間の骨とか一瞬。俺が相手だ。まあとりあえず、おお、とりあえずぶっ倒していくか。ゴムゴムのガトリンガー。ムートンショット。アームポイント。鬼、ゴムゴムのピストル。飯、よし、まあ難なく倒せましたね。チョッパーかわいい。この力があれば、あ、レベルアップした。俺強くなって、どんどんレベル上げていこうぜ。強くそじじいの蹴りに近づいたか。お、ゼフのこと、必要な力な。まだゼフの方が強いんかな、全盛期の。どうなんだろう。あ、宝箱、あ、光った。え、何、あ、敵だ、潰せ。なんだここから現れやがった。殺意高すぎた。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。んん、なんて言ってるんだチョッパー。あ、こういう時チョッパー便利。コウモリが怖くて隠れてた。あ、そうなんだ、ごめん。隠れてた、てっきり敵かと。消えてたように見えたけどな。でも敵かもしんねえよな、第三者。何、あ、めっちゃひょうきん。あ、消えた。やっぱり消えるんじゃねえか。何、なんか能力なんかな。助けてくれてありがとうって言ってたぞ。あ、マジで、うん、素直にお礼言える人、いい人。猿だった、人じゃない。攻撃、あ、じゃ、だ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 、で、誰に入れようかな。ちょっとルフィ、ルフィ入れようぜ。はい、入れ替えます。じゃあ根性はどうしようかな。守備力か、守備力、守備力はウソップにつけとくか。でもな、ナミさんちょっと見た目が無防備すぎるからな。ナミさんに入れとこ。よし、どんどん、あ、宝箱見っけ、ラッキー。これ今見聞色のハケで分かったりしたのかな。ちょっと試して、これ壁越しで分かったりしないかな。見聞色のハケ、
わかんない。意味ない。何が出るかな。エナジーアップル回復か。まあ、あるに越したことはないよね。よいしょ。よし。あ、塞がれてる。え？何が？ああ、ほんとだ。でもこれぐらいルフィなら楽勝なんじゃない？回廊石だったりするのかな。あ、説明が入った。冒険を進めていく中でクルーの交代が必要な場所を見たら、って交代しよう。あ、交代できるってよ。マジか。え、じゃあ私の出番ね。おこの、なんかあんまりリアクションすると肝がられるからやめとくか。ナミさんは何ができるの？お、それ意外とジャンプできるんだね。ここは編集でスローモーションで見とこう、後で編集するときに。で、ここはどうするの？ゾロね。そっか。でもまだシシソンソン使えないんじゃなかったっけ。まあいっか。一応切れたが、くそ、まだ腕が鈍ってる。ああ、なるほどね。で、こっちがなんだ、これ一応見れるんですけど、あ、こっちがメインルートっぽいからこっち行こうと。よいしょよいしょ。とりあえず全部、俺しゃ、俺やっちゃうぜ、ボケ、覚悟しやがれ、我。よし、いっちょ上がり。ナミ、すげえな、お前。よし、開けるぜ。エナジーアップル、うん、まあいいでしょう。あれ、あれ、あ。はい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 、よっしゃー。うん、嬉しい。こういう発見できるのめっちゃ嬉しい。え？ああ、数も多い。マジ？な何かいるのか、こんなところに。え？何もいないよ。少なくともルフィは気づいてないよ。見聞色のハッキー使っても何もねえもん。やっぱルフィ腕なまってんじゃねえのか。どこ行くのルフィ？指一本触れさせぬ。ん？なんかあれ思いました。私一人じゃ手に負えない。仲間が戦闘のなるまでにパワーアップしたらニアニスを倒せ。100倍にして返すぞクソ野郎。うわ、こういうイベント起こるんだ。 TP が溜まった。え、これ下座使いたい放題ってこと？あ、こいつを倒せってことね。じゃあどうしよう。とりあえずバズーカでしょう。いきまーす。ゴムゴムのバズーカー飛んでった。おお、いや、なんでナミさんのとこ、ナミさん、ああ、やばい、やってやろうじゃない、やばい。ウソップは確かあの全体攻撃あったはず。あー、でも、え、あ、え、単体攻撃、クソ、単体、これエリア攻撃で倒せるんじゃないかな。ニアリス倒してくれ、頼む。いけ、よし、倒せ、倒した、オッケー。危なかった。あ、経験値ボーナスやったー。うさすがサンジ、これ経験値めっちゃ入ったんじゃない？3610。お気遣いありが。え、うわ、レベル2個も上がった。美味しすぎる。クソジジイの蹴りに。え、楽しい、楽しいよこのゲーム。おもろかった。これはブロンズバットのなんかの素材なんかな。時々なんかモンスターの残骸手に入るけど残骸って言い方。あ、なんか、ん、入り口に戻ってこられた。あ、もう戻ってきちゃったんだ。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。あっちになんかある。よいしょ。ウソップのキューブのかけら。でもこれある程度集めなきゃ意味ないんでしょ。粉麦、なんか小麦に見えたわ。ハンターハンターの小麦、ハンターハンターの小麦と地面に似てて。ここはもう下降りりゃいいのかな。もう終わりなのかな。なんもない。あっちは戻るよ。ん、なんか上、あれ、なんか上歩くない。なんかできるだけイベント進めたくない。できるだけ全部探検した後に行きたい。ここなんかもう一回登るとなんかあるとかありそうだな。あれは違うよな。あの上はどうやって行くんだ。あった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 。よいしょ。で、ここどこ。
よっしゃ、登ってこれた。あ、よっしゃ、新開拓。お、敵いっぱいいる。よし、これはレベルアップだな。敵が団結した。またなんかイベントが起こった。エイサー、団結した敵、仲間が戦闘不能になる前に倒せ。オッケー。で、1名 TP が。オッケー、任せとけ。いくわよ、サイクロンケンポ。よし。あ、いや、なんかやばい気がする。耐えろ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 。わあ、だ、意外と大丈夫だった。あいつらは俺が片付ける。で、これで、これでルフィに、ルフィのこれガトリング行こう。よいしょ。ゴムゴムのガトリング。よいしょい、行っちゃがれ。山頂だけどな。あ、よっしゃ、嬉しい。どれぐらい入る？3040。おいしい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 。が戻ってきた。あ、1個しか上がんねえんだ。なんかちょっと悪いことした気分になった。多分あいつ守ってんだよね。あのさ、守ってたんだよね、さっきのかけら。悪いな、なんか悪いことしちまった。せめてもの報いで人思いにやってやるよ。あるぞ。おいおい、よいしょ。宝箱、これ結構いい宝箱なんじゃない？なんかこのダンジョンの最後っていう感じするし。来い来い、キューブ来い、キューブキューブキューブ。テンションアップル、テンションアップル。あー、帰るか。え、なんか、え、あっちにもまだある。あ、よかった。まあ、まあ、こんなもんじゃねえよな、さすがに。これはトゲトゲシイタケ、トゲトゲシーシイタケ。あ、あれあれあれ、届かん、もしかして。あ、え、なんで、え、届、え、そんなことある。こっちか、こっちだと届く的なあれか。なんかシステム的な都合があんのか、プログラミング的な。え、違うな、どっかから行くのか。あ、行けた。あ、あ、ここダッシュジャンプで行けるわ。普通のジャンプでも行けるかもしんねえけど。あ、なんだなんだなんだ、で、来てるな。俺は背中は取らせねえぞ。あ、もう、もう、こっちが来れねえのか。貧弱な生き物だな。お、しょうがない、行ってやるよ。うわ、気持ちいい。よっしゃ、来いや、ぶっ飛ばしてやる。煙星。よっしゃ、やっとだ。さあ、期待していいんだろうな。まあ、ここ入る前はレベル2とかちょっと頼りない感じのレベルだったんですけど、まあちょっとは頼りになるぐらいの頼もしさ出てきたんじゃないかなって思います。じゃあちょっとナミとロビン変えて、どうしよう。よし、これでいこうか。多分なんかさっきから視線が見られてるみたいなこと言ってたから、多分この後戦うことになるんじゃないかなって思うんで、ちょっとなんか殺意マシマシのメンバーでいきたいと思います。行くぜ、俺誰でも来いや。今の俺らに怖いもんかねえ。まったうかい。お、なんだ、またディスリスか。もうここ来る道中に散々倒したんだよ。てめえらか。ギャグだろこれ。この3連続は、この3人衆はギャグだろ。忍じゃねえけど。じゃあまあ軽く倒しちゃいましょうか。獣には火、ウソプ。あ、まだチュートリアルの。技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。見た目は同じで、まあ、荒くれと名のついた敵が現れる場合がある。あー、なるほどね、主ポケモンみたいな感じか。わかりやすかったろ。攻撃スキルはパワー、スピード、テクニックの他に、あー、なるほどね、属性相性とか、普通の相性と違って属性相性があるんだね。さで、なんか、あ、ウィークとかレジスタ、あった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 、あれね、あれね。で、オッケーオッケーオッケー。技、なんかね、技選択の時に出てないな、多分ウソップだな。ウソップがいない、なんで？待って、ロビン、ロビンどう？ロビン、ウィーク、え？ウィークがない。ルフィ、ウィー、ちょ、しょうがないな。ちょっと、サンジ悪い。変わってくれ。ウソップ。交代だ！で、あるね。このウソップアゴム。これ、火薬星で、どれを攻撃しよう。ちょっとルフィのとこ攻撃しとこう。よっしゃ、強い。やけど、ナイス。ん、
ルフィで歩く。何それ、急に始まるやん。いやもう虫の息ですけど。あー痛い。え、じゃあ倒していいの？普通に倒せそうですけど、一応スキルやっとく。じゃあピストルで。ゴムゴムのー、よいしょー、いい、一応上がり。竜巻行ってもらいましょう。よっしゃ一掃しよう。竜巻、よっしゃ、いや気持ちいい、気持ちいい。俺の方が強い。いやめっちゃもらえた。もっと強くなるぞ。めっちゃレベル上がった。よっしゃ、あー晩飯。アディオの家に戻れ。あーもうここで戻ればいいんですね。なんかあるな、よく見るとこれなんだ、よくなんかの標識見て、なんだろうこれ。タクシー。あ俺ちょっと予想していいか、あの黄色いモンキーなんかワープみたいなのしてたよね。あいつの力使っていつでも好きな時に来れるんじゃねえか、空を飛ぶみたいな。ルーラだっけ、あのね、ドラクエでもあったよね、そういうんじゃない。でとりあえずアディオの家に戻るんだね。オッケー。あんな、うん、なんかあるなと思ったけど。あっ、洞窟にタクシー。ヘイタクシー。うん、なんて言ってんの。俺サーベイ、みんなドクターサーベイと呼ぶ。ドクター、なんか海賊嫌い、でも研究とかしてんのかな。だからいいものを渡しに来た。え、なに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 、タクシー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 無料券。それにしてもお前なんであんなところにいたんだ。俺島のやつらの記録集めてた。記録集めるのが俺の楽しみ。すげえ知的やん。でもコウモリ苦手、来れないように聞いてたけど怖くて動けなかった。そこに俺たちが通りかかったわけか。なるほどね。これお前らやれる、俺の記録帳のうち。お前何何何、え、ロビンちゃん、ロビンちゃん解読よろしく。今まで出会った重要人物や敵の記録が99。あーなんかポケモン図鑑みたいな感じかな。すっげえしれってやったな。消えた。あいつどこ行ったんだ。タクシー。タクシーは人乗せないとタクシーじゃないぞ。私だけ話したらどこかに行ったわね。まだ先なのかな、ね、まだ好感度足りなかったか。面白そうなものをくれたわね。猿を攻略するギャルゲー始まる。